はい、皆様こんにちは。ですね、敵の本拠地をずっと狙っていっての、派閥を乗っ取っていったんですけど、一応最後のところですね。最後の、派閥のところに来ました。ここを攻めてみたいと思います。派閥を乗っ取ると、結構な金額がもらえるので、それで、いろいろ武器とかですね、あとこういう仲間を雇ってみました。なので多分余裕で勝てるとは思うんですけど、まあどうなるかはちょっとまだ分かりません。よいしょ。では早速入っていきましょう。あ、すごいな、ボスよりも早く行動できるんだな。よいしょ。こっちはボス以外は結構ライフルとか持ってていて、中距離からも狙えるような感じになってます。で、まあこのダイアナさんはあれですね、途中で仲間に入ったやつですね。おっと、初期の場所でここになってるのは結構痛いですね。隠れる場所はないな。とりあえず近とちょっとずつ近づきましょうか。I'm on it。 あ、ここからこいつなら撃てるかな。撃てないかな。ライフルなんでそこそこの辺からも撃てますね。Not too complex。まあここからの角度では打てないですね。まあ、一応こうやって監視しといて、誰かを踏み込めば打てるようにしときましょう。ギリギリ入らなかったな。まあ入ったとしてもある程度の射角がないと無理なんですけど、どうしようかな。この裏かな。あ、違った。ずれてた。これはまずいな。血の巣にされますね。移動できるのかな。お、移動できた。よかった。こっち側に誰も行かないですね。あ、惜しい。あと一歩ぐらいで撃てたんですけどね。これが一応派閥のリーダーですね。まあとりあえず倒せるやつから倒していきましょう。よし、ボス同士の戦いになりますかね。よいしょ。 100% か。他も 100% ですね。結構すごい。まあ、ボス以外はとりあえず倒していこうと思います。I got you。 こっから狙えるのはそうそういないので、ボス攻撃しときましょうか。あ、28しか当たらない。結構強力だな。あ、撃たれた。こいつはなんだ、マシンガンか。どうしようかな。あ、行っちゃうか。こいつは結構距離いけますね。どうしよう。77外すかな。よっしゃ、当たった。あとボス含めて3人ぐらいですね。Yes, boss。 よいしょ。こいつもライフルか。あ、ここにいますね。まずいな。ここで I'm on it。 こいつを倒しましょう。よいしょ。あと2体かと思ったら3人いましたね。
Okay. あ、すげえ、近接戦闘仕掛けてくるのか。武器が、多分武器が近接なんですね、こいつ。そっか、50も食らうってことだな。どうしよう、こいつを殺すか。この医者はこの単発銃も結構強いので、どうしようかな、これ撃っとくか。間違えましたね。こいつを倒そうと思ったのに。いや、どんどん近接してくるな。近接このゲーム超弱いんですよね。なんでだよっていうぐらい弱い。一応ボスは倒しましたね。ただあとはここなので、もうちょっとこいつが撃てれるような場所に行きましょう。よいしょ、ドーン。で、あと一匹かな、こいつかな。よいしょ、ドーン。で、あとはどうするんだっけな。そうだ、ボスがまだ瀕死なのでとどめを刺さないといけないんですよね。まあ処刑してもいいんですけど、普通に発砲でもいけますと。よいしょ、はい。このように最後のところも、勝った、勝利が出ましたね。派閥をどんどん倒していけばすごい楽ちんですね。ただゲームとしてこれで楽しめるかというとどうなんでしょうね。そしてまたオープニングの時みたいな選択肢ですね。これどうなるかな、またなんか、変わるんですかね、選択肢では。全部仕留めたってことですね。よいしょ。ひょっとしてシカゴ以外でもまた戦うの？さあどうでしょうか。オープニングに戻りましたね。エンディングとかもなしでオープニングでした。とりあえず、派閥を全部乗っ取りをかけて全部倒すと、一応終了という感じみたいです。なので、一軒一軒潰すよりかはボスがいるセーフハウスを狙った方が楽なのではないでしょうか。これで、エンパイアオブシンですね。また、アップデートが来たら変わるかもしれないので、それまでは、終わりたいと思います。皆様、ありがとうございました。